この山景綺麗ですね。青ずみがあって片ずみ出てきそうですね。壺に入ってるので綺麗なね、山景品評会向きですね。27センチくらいのね、濃いですかね。べっとりした赤でね、墨もまとまっててね、はっきりした墨なんでね。どっち、これ出しますかね。ドイツ昭和ですね。ドイツ昭和3色、青ずみもありますね。赤い紅とね、綺麗な青ずみ。まあドイツらしいね、紅をしてますね。墨もねはっきりしてます。墨もはっきりね効いてますね。はい、黄金五色はいまいちかな。はい、黄金、山吹黄金ね、山吹黄金ね、メスかな、メスの山吹黄金。淡い金色で綺麗なね黄金になりますね。これも出品してみましょう。五色いないかな、いいの。五色綺麗な、あ、これってのかな。ちょっと上げてみてですね。あ、逃げた。はい、ドイツ黄金とクジャク、あと金昭和かな。金昭和かな、あと丸単調金賞はちょっと上げてみてよければ。五色いいやつをね出品したいんですけど、これはどうかな。ちょっと衣がかった五色かな。衣かかってる。おお、パターンはいいですね。パターンいいです。紅にね衣がかった五色になりますね。模様パターンはねまあいいと思いますけど、まあ好き好きなんでね、墨がかかった五色、松葉模様ですね。はい、大正三色ですね。いいですね、これも。墨がね、墨がぼやけてないんでね、綺麗な大正三色ですね。はい、この昭和も悪くないですね。二段の昭和、墨がはっきりしてますね。あと菊尺ですね。うちで作った菊尺、
ドイツ三色はまあ炭がねそんなに出てないですけど、出品してみますかね。こっちもドイツ三色、炭がそんなに出てないですけどね、そんなにはねならないと思うので、ここら辺ね出品します。この昭和は綺麗ですね。昭和、そしてこの三景上げてみてね、綺麗なものをね出品していきたいと思います。今日はちょっとこのぐらいにして、はい、綺麗なね大正三色ですね。パターンいいですね。まあ元赤ね少しありますけど、この程度はね気にならないね。壺墨入ったね大正三色綺麗ですね。ここにもね青墨あるのでね、もしかしたらねここにも出てくる可能性もありますしね、品評会にね即使えるね綺麗な三景ですね。ちょっと青くなってね見えないかな。暗くなってきちゃったな、これまた。はい、自然な模様でねいいですね。まあ、こっちはね少し赤ありますけど、まあこの程度はね気にならないですけど、壺墨がね各ところに壺墨入ってるので綺麗なね三景ですね。大きさ26センチくらいですね。大きさ26センチ、品評会とかでね、28部とかの使ってみてもね、いかがでしょうか。どうでしょう。はい。はい、続いて何を出品しようかな。よいしょ。これ手びれちょっとね。手びれちょっと割れてるんでね、大きくなってからね販売したいと思います。綺麗な昭和だなと思ったんですけどね、ちょっと欠点あったんでね、これ治るんでね、大きくなってくるとね目立たなくなってくるんでね、そうやって大きくしてからね販売したいと思います。いやー綺麗なね2段の昭和だったんですけどね、割れてた。はい、はい、続いてね、ちょっと、まあ、衣模様のね五色いってみたいと思います。まあ、好き好きですけどね、模様パターンはいいのでね大きくしてみて、代わりのね五色としてねいかがでしょうかね。日に直っている 黒字がね消えたりとかねする場合もありますので、大きくしてみるとね全く違う模様になったりとかねする場合ありますのでね、大きさ30センチになりますね。はい、30センチのね五色いかがでしょうか。はい、ドイツ昭和ですね。かっこいい模様してますね。バチッと横身もいいですね。こっちはちょっと物足りないですけど、こっちの横身がねすごい綺麗ですね。ドイツ昭和、はい、28センチくらいになりますね。ドイツ昭和ですね。墨もねしっかりしてるし、紅はねドイツのね独特のね色ですね、強い色がね出てますね。はい、続きまして同じ腹のですね、ドイツ三景ですね。ドイツ三景とねドイツのね昭和で、メスがねドイツ三景同じですね。メスは同じなんですけども、三景とねドイツのオスがね違いますね。27センチぐらいですね。はい、単調のね単調っぽいね金昭和ですね。真っ黒かったんですけどね、上げてたらちょっと墨の方がね引いてきましたね、薄くね。まあでも暗い池で買うと真っ黒くねなってきますし、明るい池だとね薄くなってきたりとかねしますね。はい、27センチぐらいになりますね。はい、いかがでしょうか。はい、紅がね薄めのね墨がねあんまり出てないですけど、ドイツ三景になりますね。
こちらも同じ腹ですね。はい、26センチになりますね。はい、いかがでしょうか。はい、菊尺になりますね。菊尺いかがでしょうかね。はい、31センチのね、菊尺いかがでしょうか。こんな感じの背中の模様。はい、山吹黄金2歳ですね。メスですね、これね。メスの山吹黄金になりますね。37センチになりますね。はい、綺麗なね、山吹ですね。淡い金色がね、また上品ですよね。普通のね、金色の黄金もいるんですけど、まあこれもね、山吹色でね、上品な覆輪がね、覆輪がありますね。大型になればもっとね、覆輪が出てくると思います。はい、メスですんでね、いかがでしょうか。今日のね、ここら辺の鯉をね、出品してみたいと思います。ここら辺はね、もう即品評会のね、綺麗な鯉ですね。ドイツ三家もね、綺麗ですね。はい、いかがでしょうか。まあね、だんだん春になってくるとね、まあいろんな需要が高まってね、鯉の方も品薄になってくるんですけども、まあ鯉をね、出品していきたいと思いますので、皆さんね、入札の方ね、よろしくお願いいたします。それではね、さようなら。